おならが臭いと痩せません。あなたは大丈夫ですか？やだ先生、実は私気になってるんですという方もね、実は多いと思います。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜおならが臭いと痩せることができないのかというその理由なんですけれど もうそれはまさにですね、腸内環境が悪いからなんですね。その結果代謝が落ちたり、その腸内細菌のバランスが悪くって結果太っていくっていう、その悪いスパイラルと入ってしまっているサインがおならが臭いということになるんですよね。腸内環境が悪いということは、腸内に住み着いている悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌たちが優勢なわけです。数が多いとやっぱりあなたはですね、太りやすい食べ物がどんどん食べたくなってしまうんですね。なぜかというと、そのデブ菌たちの餌となるのが太りやすい食べ物だからなんです。そういったものを好むようにね、なってしまうんですよね。そうするともうどんどん太ってしまうわけなんですよね。で逆に痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが多く住み着いてくれていれば、あなたは自然と痩せるようなお体にいいようなものがやっぱ食べたくなる、まあ、要は腸活メニューなんですけれども、そういった形で根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるようになっているんですね。なのでこの腸内環境が悪い方のおならっていうのはやっぱりね、臭いわけです。そこを放っておいたらいけないですよってことになるんですね。そして今からおならについて少しねお話ししたいと思います。あなたは1日何回ぐらいおなら出てるなってお分かりですか？まあ、数えてる方ってあまり、ね、いらっしゃらないかもしれないんですけれども、データとしては1日に平均14回から23回ぐらい出てらっしゃる方が、まあ平均普通の方ですよということで、これ以上出てらっしゃる方っていうのはやっぱりおならの数が多い、回数が多かったりとか、また匂いがきつかったり、そういった方っていうのはやはり腸内環境が悪くなってる、もうサインっていうことになるんですよね。なので腸内環境が悪いと、先ほどお伝えしました通り、まあ、太る体質になっているんですよということが分かるわけです。では2つ目の項目です。何をということで、今回そのおならが臭い、まあ、イコール腸内環境が悪くなっている方々がどうすればよくすることができるのかというそのポイントを5つにまとめています。こちら1つ目です、食事の改善。2つ目睡眠、3つ目運動、4つ目体の冷え取り、そして5つ目ストレスケアということで、この項目全部ですね、腸活、まあ、要するに腸を正しいですね、健康な状態に戻すための、まあ、方法になるんですよね。まあ、こんなにあるわけです。食事だけではないんですけれども、やっぱり睡眠であれば8時間以上とかですね、運動も大事ですし、そもそもお体が冷えてたら代謝が落ちますから温めましょうねっていうお話もしています。で、まあ、このストレスもですね、大いに関係してくるんですよね。ストレスがかかると血流が落ちてしまって、結果代謝が落ちるっていう、ここね結構つながってるんですけれども、いろいろある中で、今回はあなたにもすぐこうできるね、取り組む方法をこの食事にアプローチして、項目3つ目でお伝えしていきたいと思います。では最後の項目3つ目です。どのようにということで、今回はおならが臭くて困ってらっしゃる方に向けて、どのようにしたらおならが臭くなくなって結果痩せることができるのかという具体的な方法についてお伝えしていきますね。まず今回フォーカスしたのは食事についてでしたね。で、この4つに分かれています。1つ目は発酵食品を毎日必ず摂りましょうということですよね。発酵食品と聞いて何を思い浮かべますか？まあ、例えば味噌汁であったり、納豆やぬか漬け、チーズやキムチ、ヨーグルトなどですよね。一度この発酵してある食品の中に、先ほど冒頭でお伝えした痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが多く含んでいるのが、やっぱりこの発酵食品なんですよね。ですからしっかりと発酵食品を摂って、痩せ菌たちのその数をですよ、増やしてあげることが大事ですよってことになります。では2つ目です、食物繊維を摂りましょうですね。なぜかと言いますと、先ほどこの1番でお伝えした痩せ菌たちが大好きな餌が
この食物繊維だからなんです。いくらあなたの腸で痩せ菌たちが増えたとしても、ちゃんと餌を与えてあげないと育ってくれないわけですよね。いなくなっちゃうわけです。ですからしっかりとここで痩せ菌を増やした後、餌を与えるために食物繊維をたっぷり含んだものを食べましょうねってこと。で、分かりやすく言いますと、ネバネバ食品ですよね。納豆とかオクラとか里芋とか海藻類とかお野菜もそうですけども、全般的に食物繊維が入っている食品いっぱいありますから、常に毎日のお食事で食物繊維食べれたかなっていうことをチェックしていきましょう。では3つ目です。オリゴ糖です。で、このオリゴ糖が含まれているものを取られると、先ほどお伝えした痩せ菌たちがですね、いつまでも腸内にね、あーこのまま住んでいたいってなってくれるわけですから、ここもしっかり取れるといいですよね。例えば玉ねぎとか蜂蜜とか、そういったものに入っています。で、4つ目、 EPA DHA ということで、オメガ3系の脂肪酸ですよね。これも必須脂肪酸で、しっかりとお体の外から取ってあげる必要があるものなんですよね。よく多く言われているのは青魚ね、サバとかイワシとか、ああいったお魚にも多く含まれているんですけども、なかなかお魚がね毎日取れないっていう方は、アマニ油とかですね、エゴマオイルとか、そういったオイルでも取ることができますから、上手に工夫して取っていきましょうね。ではここから具体的におならが出にくい食べ物をねご紹介していきたいと思います。おならってね、やっぱり匂いがね気になるっていうのもあると思うんですけども、しょっちゅうおならが出てしまって、もう恥ずかしくてね学校に行くのが辛くなってるっていう方とか、私よくねご相談を受けること結構多いんですよね。もしくはおならではなくても、結局おならが出るってことはお腹の調子が悪い、イコール腸が悪いわけですから、便秘が辛かったり、その下痢になりやすかったりということで、例えばこう仕事行く途中にこう電車乗る時も、あもうお腹痛くなった、どうしようって、もうトイレがないから怖くて行けないという方が、もう本当ね切実な悩みだと思うんですよね。実は私の主人もですね、この腸活を始める前はやっぱお腹が緩くって、もう出かける時やっぱ大変だったんですよ。デートする時とか、もう常にトイレの場所を彼はチェックしていて、あそこのトイレは綺麗だからあそこに行くよとかね言ってたぐらい、やっぱ大変だなって思ってたんですよね。やっぱりすごくねお腹の問題って、本当人生を左右するくらい深刻な方も実はいらっしゃるんですよね。でもちろんその過敏性のご病気だったりっていう方はちゃんと病院に行ってね調べていただいて、ちゃんと治療を受ける必要もあるとは思うんですけれども、やっぱりその前に予防したいですよね。その時にやっぱりバロメーターっていうのが、おならの匂いなわけですし、そもそもそのおならが出やすい食べ物ってありますから、そこを取らずに気をつけるだけでも日頃の生活が快適にね過ごせると思いますので、ちょっとチェックしていきましょうね。例えば白米を食べるよりも玄米です。あとそばよりも十割そば。なぜかというと、この普通のそばって結構小麦粉が入ってるんですよね。小麦を取ると良くないです。腸壁にベタっとねグルテンがくっついてしまって、よくグルテンフリーってね流行ってますけれども、まさにそこですよね。グルテンが腸壁のそのところにへばりついて、もう埋め込んでしまって、腸壁が炎症してしまって、結果腸がうまくいかずに、食べたものが消化吸収できず、痩せホルモンを結果作ることができなくなって太るわけですよね。お体も壊しますよね。ということで、そういった小麦が混ざっているのはそばよりもやっぱり10割そば、そば粉 100% のおそばの方がいいです。でまた小麦製品、パンとかうどんとかパスタとか、そういったものよりもやっぱりオートミール、同じ麦でもオートミールの方がいいです。でまた白砂糖よりも蜂蜜ですね。白砂糖は腸を、冷やしてすっごく良くないんですよ。なので脂肪燃焼効果があるような 100% ピュア蜂蜜を代わりに召し上がっていただくと丸です。でまた精製された小麦を使った真っ白いパン、添加物たっぷりのパンではなくって、手作りの例えば茶色いライ麦パンとか玄米パンとか、その雑穀系のね入ったパンを選ばれた方が、どうせ食べるならですね、腸内環境をこちらの方が整えてくれますから、選んでみてくださいね。はい、そして次はお野菜と果物系に移りたいと思います。様々なねそのお野菜果物腸にいい場合もあるんですけども、やっぱりどうしてもこのおならのね回数減らしたいとか、この匂いをやっぱりね解消したいっていう方は、やっぱりおならが出にくいものってあるんですよね。でお野菜で言いますと、キャベツ、トマト、レタス、人参、きゅうり、じゃがいもなどです。そしてフルーツはバナナ、オレンジ、いちご、ぶどう、メロン、レモンなどになります。
さあいかがだったでしょうか、お腹が臭いと痩せませんということでね、今回お伝えしましたけれども、そもそもその根底にあるのはあなたの腸内環境が悪くなっているだけですから大丈夫ですよ。あなたが今からしっかりとこの腸内環境を整えるお食事をして、先ほどお伝えした項目5つありましたね、そういったところを1つずつ取り組まれますと必ず腸は応えてくれますから、結果あなたが健康的で綺麗に痩せることができることを私も願っております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。